で美術家っていうのは建築家っていうのは社会のセンターにいて美術家っていうのはエッジにいる人たちがいるわけですね。だから例えば、まあ、ゴッホだってまあ自殺してるわけじゃないですか。ポロックは、まあ、普通に言えば事故死ですけど、まあ自殺みたいな事故死ですよね、まあ、その区別自殺と事故死の区別は非常に難しい部分があってボーダーラインがあって、まあ、これは自殺だよなって感じるものが結構あるわけですよね。でそういうふうにこうかなりそのエッジから見てるわけですよ美術って。で、それはだから歴史的に言うと例えば中国の場合だと画家っていうのは諸子及びその子孫といって政治とその子孫だっていうぐらいに、つまりそれから絵は線になり癒し技だっていうぐらいに、絵描きっていうのはつまりその社会の中で正当性を持たない人たちが描いてるっていう問題があるんですね。で、日本の場合あんまりそういう言い方は僕は知りませんけども、ヨーロッパの場合だと、まあ、レオナ・ダ・ヴィンチ私生児だとかそのドラクロワが私生児だとかそういうことあってある種の距離があるわけですね。それで住んでる場所の問題でいうと、まあ、双方が代表的ですけど双方とかあるいはピカソが住んでた洗濯船とかその美術家が集まって社会の中で美術家だけが集まって社会の外っていうか小さな村を作って住んでるっていう例が多いわけですね。つまりあんまり日常生活で普通の人と意見が合いにくいわけですよね。別の価値を持ってるわけですね。それで彦坂の最近の格付けっていうのはバカバカしいぐらいに数が増えてきてまして、まあそれはあの、今度の 3.11 の震災と深く関わってたんですけども、一番多いので言うと、まあ、この世界のこの宇宙の外部ってことですけど 51,200 っていう数字になってしまってて、でところが 51,200 を見つけるでしょ、見つけ始めるとねパカパカ見つかる。ほとんど超一流から51,200っていう結構多いんですよ。それで、まあ、特に音楽でいうとねブルースケートの黒人音楽に51,200が多いのね。だからそれは結局黒人が、まあ、一つは奴隷だったのが解放奴隷で、奴隷お前もう奴隷やめたからお前ら自由にしなさいって言ってさ、ついこの間までは奴隷ってのはまあ家畜だからご飯をくれたわけですよ、餌があったのに餌もなくなってお前ら自由に死なないって言われてすごい困ってさ、ギター一本で渡り歩く人が出てくるわけでしょ、あるいは歌だけでっていうわけじゃない、しかもそれがさあの、盲目の人だったりするわけですよ。そうすると大変なわけだよね。でその彼らが歌ってさその、まあ、登場してくるわけだよね。そうするとそうすると 51,200 あるわけです。つまり社会の本当にエッジなわけですよ。エッジから歌うわけですよ。そうするとそれがいいわけですよ。まあそれは日本だって同じで、例えば平家物語のビアがありますけど、あれなんかでもあのビア法師って目が見えなくて、前に僕学生時代ですけど、東京国立劇場の小劇場の方で平家ビアの会があって見に行ったんですけど、やっぱりいいのはね盲目の平家ビアの人がやっぱりね闇なんだよね、すっごい闇があってそっからこう歌ってると4人いて唯一いいのは1人だけで、あとの2人は盲目なんだけど声がと自分こっちに聞き手に届かなくて自分に向かってだけ喋ってて、こう相手に向かって届かないのね。で1人の人は目開きですっごくうまいんだけど明るいんだよ。やっぱりね盲目の世界っていうものが持つね説得力っていうかね、だから外部性ですよ外部性、ね、その僕たちの感覚の外部に出るってことによって僕たちの、その普通の人たちの生活が対象化されるわけですよね。だから美術とか音楽とか表現にはそういう部分があるわけですよね。だからショスタコビッチもそうですけど、あの51,200ある曲、まあ、例えば僕がはっきりしてるのは交響曲10番ですけど、ああいうものって本当にそういう意味での力のある表現で、だからこの佐々木豊さんが言ってるのはつまりそういうふうに外部アウトサイダーとしての美術じゃなくて、この人が言ってるのはインサイダーなんですよね。世間体というか社会の内部に入った表現なんですね。で佐々木豊さん自体は、まあ、絵としてはこういう絵を描いてらっしゃって、どうですかねってあの糸崎さんに見せたら糸崎さんは古いって言っててまあこれも祝国立新美術館っていうという絵でありまして、いやい
いやなかなか、うん、いい人だなと思いますけど、こうやってバナナやってこれ、ね、だからそのそういうタイプの絵なわけですね。でこの場合だからそういう外部性がないわけですよ。で結局ね、インサイダーのこれもかなり乱暴な意見で申し訳ないですけど、インサイダーの絵はね、あのどうしても六流のペンキ絵になると思いますね。ティッツァーノっていうのはあの当然その描く力は大変ある人だけど、あれ結局六流のペンキ絵なんですよね。ものすごい人のルネサンス期に大成功する画家ですけども、一番ルネサンスで成功する画家ですけども、だし長寿だし、でもそれを支えてるのはジョルジョーネって先輩画家がいて、彼が死んでしまいますので、ジョルジョーネの絵を引き継いでティッツァーノを描いてるわけです。でジョルジョーネは明確に芸術になってるわけです。でティッツァーノになるとペンキ絵になっちゃうわけです ね。それからもう一人ミケランジェロがそうなんです。ミケランジェロは有名だから、ミケランジェロみんな素晴らしいと思ってるんだけど、僕に言わせるとミケランジェロのステティナ礼拝堂っていうのはあれペンキ絵でありまして、全然ダメな絵なわけですね。でミケランジェロの彫刻も彦坂で言うと6次元でダメで、作れてないというふうに、まあもちろんそんなこと言ってもほら有名だから、そんな彦坂の言うのはあれだよっていうかもしれないけど、つまりミケランジェロの場合にはドナテロっていうその先輩彫刻がいて、ドナテロは圧倒的ですから、でそれを前提にしてそれを通俗化してるわけ、ね、まあその、別に僕はミケランジェロの研究者じゃないから、そういう方はその問題があるって言って専門家には怒られるかもしれないけども、まあ、一人のアーティストとして乱暴に見ればそうなわけですね。まあ、とにかくドナテロはイタリアに行って本物を見るともう仰天するわけですね。すごくて本当にすごいです、うん、だからそれに対してミケランジェロってのはやっぱり非常に問題のある人で、社会的な通俗性は非常に高いから大成功しますけども、だからつまり社会的に大成功する芸術家っていうのはどうしてもその6次元のつまり社会的通念に沿った表現になってしまうので、だから僕らが素晴らしいと思う芸術家っていうのは結構アウトサイダーではないのかなっていうふうに思うわけだから、この中に出てくる千住博さんだとか桐谷浩二さんとかっていうのは、まあ、まあ大成功してる方だし、社会のまあインサイダー的なアーティストの代表ですよね。でまあここに出てくる人たちはほとんどそういう人たちだと思いますけども、まあ、そういう分かりやすすぎるっていうか、分かりやすすぎるから、まあ、怒られるかもしれませんけど、そういうふうにちょっと思いますけどね。どうしても社会的な普通の人たちに受けるような作品作ろうとするとどうしても通俗的になって、そうすると6次元なんですよね。6次元が機械的にいけないって言ってるわけじゃないですけども、はい、すいません。それでちょっと、何でしたら誰かこれ変わってよ、もういいです。止めてください。